はい、こんにちは。アキラのゲームへこそ、ヒロトラの実況です。はい、というわけでですね、今日はですね、イベントダンジョン開幕うちの特別戦闘訓練やっていこうと思います。ボスのウルトラですね、最終ボスなんですけど、1日1回だけチャレンジいきますんで、こちらの方もやっていこうと思います。では参りましょう。ではまずですね、ボスバトルの前にイベントダンジョンの方のボス、こちらの方がですね、まだ星1個ね、抜けてますんで、やっていこうと思います。敵が出てくるのはですね、相沢さんと、で、翔太くんと、で、八尾桃さんと、3体出てきます。あとそれとですね、石がまた溜まってますんで、追いガチャをしていこうと思います。ゲストにですね、ウルトラレアのかっちゃんがいてくれますんで、これを使っていきましょう。で、パーティーこれでいこうかな、どうしよっかな。うん、一応ね、特攻メンバー入れとくのもいいんだけども、安全を持ってですね、こっちでいきます。うん、よりガチのメンバーでいこうと思います。特攻のやつはですね、サブに入れといてもね、効果ありますんで、いこうと思います。ではいきます。ね、一応ね、昨日勝ててるんですけどね、星は1個落としてるんでね、ね、実際動画の中でパーフェクトで勝ちたいかなと思います。では行きまーす。まあ、普通にね、雑魚的キャラ戦があるんで、ここではね、溜めていきましょうかね。はい。溜めていきましょう。はい、さあ。はい。2回目でちょっと早いんだよね。いつも思うんだけどね、これね、チェーンね。はい。強い、レベル85まで上げれましたから ね、今キャンペーンであれがね、ドロップは増えてますからね。では普通に殴りでここはいけるでしょう。はい、殴っていきます。普通に、はい、溜めていきますね。一応ね、3体出てくるからね、ボス戦が ね、さあ、相沢先生からやってしまおうと思います。で、敵がね、プロヒーローの場合ね、もう戸村くんがね、本当の活躍してくれるんでね、それを活用していきます。では、もう先に相沢先生からやっていきます。で、使っていきましょう。はい、いきます。さあ、ゲストのかっちゃんレベル85だぜ。さあ、いくらほど出るのでしょうか。さあ、18,837、もう残り8,763です。はい、さあ、これでいけるでしょう。はい、で、いただいたでしょう。はい、オッケー。では、では、あと片付けていきましょう。はい、かっちゃんが溜まりましたね、こっちも。はい、では、まあ、ね、ここの時点ではね、それほどね、苦労はせずにね、普通に周回すればね、チケットためでね、多分いけると思うんですけどね。さあ、はい、まだ倒せなかった。これでいけないか、いけないのか、いけないのかい。まあ、ここでね、だから変な話、舐めたことをしていると、ね、欲しいことするんですけどね。さあ、12,993からレベル85のトモラ君、さあお願いします。歯タイプね、こういう時ね、本当便利というかね、敵がに、ね、体勢でダウンしないからね、ダメージが結構伸びますね。伸びもしないけどね、減らされもしないというところは結構強いです。というわけで、星ちゃんと回収できました。ほい、でチケットも24枚落ちました。はい、では無事勝てましたんで、ウルトラ戦行こうと思います。敵は相沢先生だけですけども、ね、戦闘開始にプレイキャラ全体クリティカル率ダウンスキルを使用する、ダメージプラス高速を付与するスキルを使用する、一定ターン後にクリティカル率がアップし、プロスウルトラを使用してくるということなんで、高速技がね、結構嫌なんだけども、まあ HP がですね、11万なんで、割と早く減らされると思うんですね。そうなると半分以下だったら、トモラ君の恐怖が入る可能性が高くなりますんで、そちらを期待していこうと思います。ではいきます。同じくカッチャンでいきましょう。いきます。まああとね、燃焼とか入るとね、楽なんですけどね、この手の敵は、はい、さあいきます。消してやるよ。速攻でかっちゃん使っていきましょう。からのかっちゃん使って、で燃焼ももう先に与えます。でガンヘッドマーシャルアーツ入れて、でまずはパワーダウンを入れていきます。でいきましょう。はい、再現。さあ18,174、さあチェーンつなげていくぜ。ほい、で2回目は早いから気をつける。はい、3回目、はい、さあこれでパワーダウン入りましたね。トモラ君のスキルの効果でパワーダウン入りました。
まあ、これでね敵のダメージが減らせれます、はい、でからこちらも準備していきましょう。でここですね、アクションスキルの崩落、敵がプロヒーローだったら中確率で恐怖を付与してくれます。なのでこれを先に入れていきましょう。はい、ということでね、 HP が半分以下になりますと行動不能になります。いきます、チェーンつなげていくよ。はい、からの3チェーン OK。 さあまだ半分以下にはならない。そして恐怖は入らんかったな、ねね、割と入ってくれるんだけどね。溜まったでしょう、いいでしょう。はい、再建からの、はい、ダウンしました。クリティカルダウンが入りましたね。でもう5万きました。さあ安全にね、こっちは削られずにいけそうかな。これで来た、捕獲でね拘束される。あー、クリティカル結構入った、結構ダメージ入ったよ。やばいよ、かっちゃんがやばいよ。けども溜まったよ、こっちも行くよ。これでさあパワーダウンが切れてたね。さあ燃焼入りましたね今ね。これでからの9700、そしてトムラ君。さあいくら当てるかな。結構これは期待できると思うんだけどもね。からの29293、いきましたね。もう3万近く、ダメージを与えることができました、はい、無事危なげなくクリアすることができました。はい、というわけでめっちゃチケット入ったな。ヒーロークジが入ったんでこれも次回しておきますね。もうこれも今3枚目までいきました、はい、よし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 ね、当たり出ました。基本的に僕はあの当たりが出てもあのリセットせずに全部ゲットするようにしています。まあ、今のところね素材もね足りないのいっぱいありますからね。なのでここでさらえるだけさらっていっています。でオールマイトのねあのピースが手に入りますんで、それで結構オールマイトあの鍛えれてます。はい、というわけで、ね、無事勝つことができまして、石の方もね750溜まってますんで追いガチャの方やっていこうと思います。未だにですねあのウルトラレアが2体しかいませんので、あともう1体ウルトラレアね揃って3体ウルトラレアが揃うまではね10連溜まるたびに回していこうと思います。ではいきます、お願いしますね。毎日1回無料もね回してるんだけども ねなんかメモリーは出るんだけど、ね、なかなか来ない。ほんま制服はあんま期待できないよ ね、まあ、でもないわけじゃない、ゼロではない。お願いします。さあ来い。さあからの演出、何が入るかな、入らない、何も入らないようだ、何もないようだ、あ何もなかった、あないのかい、ないのかい。あ、お前を倒そうが来た。じゃあ、ん？我々は来たが来た。なぜか急にウルトラレア1枚来てくれました。ピックアップされてるね、Sレアの方ね、イベント特攻のやつねは来てくれたけれどもね、これねイベント特攻来てくれたけど。そしてウルトラレアのメモリーがねまた被りましたね、これはまあこれでありがたいんでねまた使っていこうと思います。ついでなねメモリーの限界突破しておきます。ウルトラレアのやつが来てくれたんでね、これを限界突破しておきましょう。で、はい、いきまーす、はい、からのダーン。とりあえず星1個アップしただけなんでね、レベルの上限がアップしたけれども、限界突破することができました。はい、というわけで今日はですねイベントダンジョンのボス戦と、ウルトラボスの方ですねやってみたんですけれども、まあ危なげなく戦える相手だと思います。で特にですけども、やっぱトムラ君いるとねかなりやっぱ楽な点はあるかなと思います、うん、やっぱあの歯タイプはですねなんやかんや言ってその伸びもしないけれども減りもしないダメージのね、体勢があるんで、その辺はやっぱ僕は使えるなと思うのと、トムラ君の場合プロヒーローの相手だと、パワーダウンだったりとか恐怖とかのね付与がねやっぱ強いんで、それで、まあ、使っていこうかなと思います。まあイベントの方はですね、まあ、周回イベントなんだけども、まあ、チケット対応してですね、続きでやっていこうと思います。で今日もですねウルトラレアの3体目に手に入りませんでしたので、石がですねあの10連分貯まるたびにまたガチャを回していこうと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。